写真拡大。中日レオ昇内野手20が10日の広島戦マツダで代打で途中出場したが空振り三振に倒れた。3点ビハインドの5回の先頭で先発の小笠原に代わって代打で登場。相手先発の久典の前に1ボール2ストライクと追い込まれると130キロフォークにバットが空を切り空振り三振を喫した。その裏はレオの打順に山本が2番手で登板したためこの日は1打席のみ。これで今季は10打席連続無安打。昨季から12打席連続で快音が聞かれず、またもプロ初安打はお預けとなった。